超本物本物ですか。あ、本物本物。あ、待って、おめで早くね。まだまだまだ。びっくりした今もう。あ、翔吾さん。翔吾さんもここにいるんですけど。はい。ああ確かに。顔が似てるという。そうだ、似てるって言われますよね。最近よくあのモノマネをさせていただいて翔吾さん。もうやばいやばい。それは。え、本人でももちろん見ていただいたことあるし、オフィシャルで許可もらっていいですかって言って許可いただいたんで。でも出身も近い。近い近い、九州なんで。やっぱモノマネ見たいです。いや、モノマネじゃミスちょっと。え、本人ちなみにどういうモノマネなんですか。しゃべり。MV のモノマネです。あ、ギターのってことですか。そうです。この2個あるんですけど。2個 ?2 個あります。それ似てるんですよね、でも2つとも。あ、でも、おぉ、みたいな。おぉ、みたいな。わかるわかるみたいな。そう、わかるわかるみたいな。ちょっと待って。いや、めっちゃ。本気声しちゃうパターンですね。じゃあもう似てるってことじゃないですか。でも本当にでも初めて本人の前でさやらせていただいた時はめっちゃ緊張しましたよ。やっていいものかっていう。本人の前でやったの。やりましたやりました。すごい感じで。やる？じゃあやるってやばいですね。さっくんね、こう準備してきちゃったの。やりますか。じゃあやるパターンですね。ちょっとさっくんもちょっと靴下脱ぎますね。ちょっとガチいや、なんかつるんってなったら怖いなっていう。いや、ここでするとまだちょっと太陽に胸を焦がしながら、ダンスをずっと待っていた。駆け抜けた未来に向かった行方。ここだけのこの動きが。すげえ、もうコメントの流れめちゃくちゃ速くなった。ここだけ。どうめちゃくちゃ受けてる。いいな、やっぱそれ滑らない、ね。細かすぎて伝わらないものまね。足が見てないかもって。そうだ、足、ね、足が面白いんですよね、これちょっと。よかったら、じゃあミュージックビデオでもう一回検証してみます。そうですね、ちょっと僕の動きと、はい。本人との違いがわからない。おすげえ。これ誰ですか、顔も相まって的なことですよね。本人と隣で。あね、2人でやれる。確かにやったことない。2人でなんかじゃあ動画でやれる。動画でやります。俺の方が多分動き多いんですよ。こったなモノマネって誇張するじゃないですか。確かに俺の方が多分1、2個ぐらいなんか動き多いんですよ。コラボ待ってます。コラボ待ってます。ロットはじゃあ次回。ロットは次回。ロットに機会がまた